イマジズムとは、20世紀初頭のアングロ・アメリカの詩における運動であり、写像やイメージの正確化を目指し、明確ではっきりとした言葉を用いることを特徴とする。イマジズムは、ラファエル全派以来、英語詩において最も大きな影響力のあった運動である。詩の形式として、20世紀初頭のモダニズム文学の視点となり、英語圏における、 最初の体系的なモダニズム文学運動だったとも言われている。イマジズムは継続的に発展し続けていた時代というよりは、想像力に溢れた時期が連続していた時代だと考えられる。フランスの批評家、ルネ・トーパンは、イマジズムとは何らかの主義、主張や、ましてや、何らかの詩の学派としてではなく、ほんの少しの重要な原則に一定期間同意していた。 詩人の集団として考えた方がより適切だと述べている。同時代のジョージアン詩人たちが伝統に則っ,っていたのとは対照的にロマンシア・ビクトリア詩の感情性や典型的な三万さをイマジストたちは拒否した。イマジズムは直接的表現や簡潔な言葉といった古典主義的な価値観への回帰を求めながらもまた同時に非伝統的な主形を試みたためイマジストたちは 自由因律を用いていた。1914年から1917年まで出版されたイマジストの作品群は、詩やその他の領域における多くの著名なモダニストたちの作品を特徴づけた。イマジストの集団はロンドンを中心とし、グレートブリテンやアイルランド、アメリカからのメンバーがいた。当時にしてはいくらか珍しく、 たくさんの女性作家がイマジズムの主要な人物として参加していた。イマジズムの一つの特徴は、あるイメージ、像を取り出し、その本質を明らかにするという試みにある。この特徴は、同時代の前衛芸術、特にキュビズムの発展を反映しているものだ。イマジズムは、エズラ・パウンドの言うところの、光輝く細部を利用して、対象を取り出すものではあるが、 抽象的なものを表現するために、具体的な実例を併置するという、パウンドの表意文字的方法論は、複数の視点を一つの像へと統合するという、キュビズムの手法によく似ているのである。アルフレッド・オースティン、ステファン・フィリップス、ウィリアム・ワトソンなどの、1890年代、エドワード長の著名な詩人たちは、アルフレッド・テニスンの影に隠れながら、ビクトリア長の詩を、 若干の模範として作品を作っていた。その流れのままに彼らは20世紀初頭まで活動を続ける。20世紀に入った頃、A. オースティンは現役の英国警官詩人の役職についており、その役目を1913年まで務め上げた。20世紀最初の10年間には詩は多大な人気を誇っており、この時期にはトーマス・ハーディの覇者、 クリスティーナ・ロゼッティの死後出版された詩集、アーネスト・ドーソンの詩、ジョージ・メレディスの最後の詩、ロバート・ダブリューサービスのチー・チェコのバラッド、ジョン・メース・フィールドのバラードと歌等々の多くの詩集が出版された。後にノーベル文学賞を受賞するウィリアム・バトラー・エイツは、この時期、アベーザとその舞台のための下作に勢力を注いでおり、ジョジョー氏の作品は、 比較的少なかった。1907年にはノーベル文学賞をラドヤード・キップリングが受賞した。ティーヒューム・イマジズムの起源はティーヒュームの秋、街の夕日という二つの詩の中に発見できる。これらは1909年1月、ロンドンの詩人クラブによって1908年のクリスマスのためにという冊子に収録される形で出版された。ヒュームは 当時、数学と哲学を学ぶ学生であり、1908年の詩人クラブの設立から関わり、最初の初期でもあった。1908年末頃、彼は、現代史についての講義という論文を、詩人クラブの会議において発表した。AR オラージュの雑誌、新時代に寄稿していた、詩人、評論家の FS フリンと、彼は自由史と、フランス現代史の巨匠だったわ。 そのクラブと彼らの出版物を手ひどく批判したが、その後の議論を通じて、ヒュームとフリントは近しい友人関係となる。1909年になると、ヒュームは詩人クラブを離れ、大会派とヒューム自身が呼ぶ新しいグループを作り、フリントなどの詩人たちと会合を始めた。彼らは、ロンドンの双方にあるエッフェル島のレストランで会合し、自由詩や短歌、俳句を用い、 不要な上調さを死からなくすことで現代史に改革を起こそうという計画について話し合った。日本の死体への関心は1890年代における大英博物館へ寄贈されたウィリアム・アンダーソンの日本画コレクションの流行やロンドンでの農学の講演、ギルバート・サリバンのオペレッタ、ミカドの成功などに見られるような ビクトリア朝やエドワード朝におけるジャポニスムやシノわズリへの関心の復活という文脈で捉えられるだろう。これを表す文学上のモデルは、カイ・ヴィディキンズの英訳版、百人一首や、二十世紀、初頭のサダキチ・ハートマンの論評としさらには現代のフランス語版翻訳などといった多くの文献に見つけられる。アメリカの詩人、エズラ・パウンドはそのグループに紹介され、 グループの考えが彼自身の考えととても近いことに気づいた。特にパウンドはロマン主義文学の研究を通してアルナウト・ダニエルやダンテ、グイード・カ・バルカンティラの作品に見られる簡約化された直接的な表現を高く評価するようになった。例えば、1911年から1912年までの一連のエッセイ・オシリスの足を集めるの中でパウンドは エーダニエルの詩の一節、ペンサールでライスエム、エスレパスについて以下のように書いている。これ以上に簡素で、明白で、修字表現の少ない文章はありえない。こうした直接性や明白性、修字表現の無さといった基準は、イマジスト詩を特徴づける性質として、共通なものである。パウンドは、ローレンス・ビニョンとの進行を通し、大英博物館の西絵を観察することで、 日本美術への関心を高め、関連した日本の史系の研究へとすぐさま没頭していった。1915年、ラ・フランス紙の記事の中で、フランスの評論家、レミド・グールモンが、イマジストは、フランス象徴主義者の末裔であると表現し、1928年には、パウンドが、フランスの評論家、翻訳家、ルネ・トーパンへの手紙の中で、ヒュームが、 象徴主義者の伝統の恩恵を受けていることを指摘しながら、WBEA ツやアーサー・シモンズ、英国詩人のライマーズ・クラブの世代などを経由して、マラルメへと遡って関連づけることで、イマジズムのもう一つの起源をしきりに強調した。象徴主義的な起源については、1929年に出版されたトーパンの研究論文の中でより詳しく説明されている。 論文の中で、トーパンは技術や表現にどんなに大きな相違があろうと、イマジストの言うイメージと、象徴主義者の言う、象徴の間には、ほんの些細な違いしかないと結論付けている。1915年、パウンドは出版社、エル・キンマ州のために、1890年代の詩人、ライオネル・ジョンソンの詩集を編纂した。その序文の中で、彼は以下のように書いている。 1911年には、パウンドがエッフェル島のグループにまた二人の詩人を紹介した。パウンドの前婚役者、ヒルダ・ドゥリトルと彼女の将来の夫、リチャード・オールディントンである。この二人はギリシャ的死刑、特にサッポの研究に興味を持ったが、そうした興味をパウンドもまた同様に持っていたのだった。彼らがギリシャの例を観察することで得た。 ギリシャ的表現をまとめたものは最初期のイマジストたちの日本史への興味を引き立たせ1912年にはパウンドが大英博物館の喫茶店で彼らと会った際に彼らに自分たちはイマジストであると伝え議論していたいくらかの詩に HD イマジストと署名することさえしたハリエット・モンローが1911年にポエトリーという史史を創刊した時モンローはパウンドに 外国語の編集長の役目につくように頼んだ。1912年10月には、その詩へ、パウンドが、HD、オールディントンそれぞれが作った3つの詩を、オールディントンが、イマジストの一人であるという注釈とともに、イマジストという見出しの下で投稿した。この注釈が、パウンドの1912年秋に出版された、月返しという本に収められている、ホイとともに、 イマジストという言葉が史上に現れる最初の機会だと考えられる。オールディントンの詩であるコリコスの歌、ギリシャの大理石模様へ古き庭にてをポエトリーの11月号、また HD の詩である方法のヘルメス、果樹園、ケークを同誌の1913年1月号に発表し、ここにイマジズムの運動が始まった。ポエトリーの四月号において後に イマジズムを成立させた文章とされるものが発表された。次に示されるエズラ・パウンドの俳句帳の詩、メトロの駅でである。1913年3月号のポエトリーに、パウンドはイマジストのいくつかの禁止事項というノートと、プリントと共著のイマジズムを発表した。後者には、グループの立場についての簡単な説明が以下のように記された。主観的にも、 客観的にも直接的に物を扱うこと。表現に資することのない言葉は絶対に使用しないこと。陰律についてメトロノームのような順序ではなく音楽的な順序で詩を書くこと。前者のパウンドのノートはイメージの一瞬で知性と感性の複合物を表すものという定義付けから始まっている。彼はこう続ける。一生のうちで たくさんの作品を残すよりも一つのイメージを表現した方が良い。彼の禁止事項リストはイマジスムの中の三つの提言を強固にしたが、それらは競技というよりも長い人死の結果と考えるべきと中期された。これら二つのテキストは一緒に考えられ、イマジストが過去最も優れた施策と考えた時代へと回帰するための計画をなすものであった。 S フリントは以下のようにコメントしている。我々は月を発案したと主張しているわけでは全くない。我々は自分たちの考えがオリジナルなものであると見せかけようとしているわけではないのだ。1916年のイマジスト詩人選の序文ではこうコメントされている。イマジズムはただ単に像を提示することを意味しない。イマジズムとは主題についてではなく、 その提示手段について言及している。パウンドは、イマジストの作品、特に、オールディントンと HD の作品を奨励することに決め、イマジストたちというタイトルで先週を出版することに決めた。この先週は、はじめは、アルフレッド・クレームボルグの同人雑誌、グリーブに発表された後、1914年に、ニューヨークのアルフレッド・ボニとチャールズ・ボニ、そして、 ロンドンのポエトリーブックショップのハロルド・モンローによって出版された。この先週は現代英語詩集のうちで最も重要で影響力を持ったものの一つとなった。収録された37本の詩集のうち10本をオールディントンが7本を HD が6本をパウンドが書き、さらにカイ、エス・フリント、スキップ・ウィス、キャネル、エイミー・ローウエル、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ、 ジェームズ・ジョイス、フォード・マドックス・フォード、アレナ・プワード、ジョン・クルノスといった作家たちの作品も収録された。また、1963年に出版された、ウィリアム・プラットの重要な先週である、イマジスト・ポエム、近代史の祝図の中には、マックス・マイケルソンの作品も収録された。パウンドが編集上選択のために重視したのは、グループへの参加状況などよりも、それらの作家たちが、 どの程度イマジストの指針を支持していると彼が考えたかということだった。実際、W.C. ウィリアムズは米国を拠点としており、エッフェルトグループの議論へは一切参加していなかったが、彼とパウンドは似たような路線で死の刷新という問題について長い間分通を行っていた。フォードが参加した理由の一つには、 自らよりも若い詩人が、ラファエル全派に影響されたスタイルから、より現代的な文体へと変遷をなしたという意味で、パウンドへ強い影響を与えたことがある。WBEAX によって、パウンドに送付された J. ジョイスの詩、軍隊の音画が,が収録されたことは、モダニズム文学史上で、より重要性を帯びていた。なぜなら、この後に続いた二人の文通が、パウンドの指示によって、文芸詩、 エゴイストでのジョイスの連載、若き芸術家の肖像にまでつながったからである。ジョイスの詩は自由因律ではなく4行連を用いたものであったが、彼の作品はグイードカ・カバルカンティやトルバドゥールといった詩人たちの作品のような音楽と共に歌われることを意図して書かれた詩へのパウンドの強い興味を反映したものであった。結果としては、この本は、 その詩人たちが何をなそうとしているのかを説明するための序論やコメンタリーを全く置かなかったことも一因となってほぼ人気も出ずあまり大きな成功も呼めず大量のコピーが出版社へと帰ってきてしまったのだった。翌年パウンドとフリントはエゴイストし1915年5月号に発表されたフリントのイマジズムの歴史についての記事から 持ち上がったグループの歴史や目的についての解釈の違いをめぐって仲違いを起こした。フリントはエッフェルトグループ、特にエドワード・ストアラーの貢献を強調しようとしていたが、パウンドは HD やオールディントンの詩の特徴的な美点と彼が考えていた古代ギリシャ的堅実さがストアラーのカスタードによって薄められそうになっていると考えており、 イマジストの歴史において指導的役割をもはや果たさなくなっていった。次にパウンドは友人である画家、作家のパーシー・ウィンダム・レイスと共に、ボーティシズムの創設へと取り掛かっていった。同時期にアメリカのイマジストであるエ b ミー・ロウェルがロンドンへと移り住み、自らの作品や他のイマジストたちの作品を進めていくことを決意した。ロウェルは裕福な家の女であり、 兄には1909年から1933年までハーバード大学学長を務めたアボトローレンス・ローウェルがいた。彼女はジョン・キーツとタバコを愛しており、また新たな文学手法の推進派でもあったので、グループの出版のために金を使うことを厭わなかった。ローウェルは編集方法をパウンドの独裁的なものからより民主的なものへと変え、 その新たな編集方針は彼女の指揮のもとに最初に作成された詩集の序文に述べられた。この新たな本の中で我々は以前の取り決めとは異なった別の取り決めに従っている。編集者が勝手に選ぶ代わりにそれぞれの詩人が彼ら自身が最善と思う作品によって自らを表現できるようにしたのだ。ただ一つの規定はそれがまだ書籍化されていないということだけである。 結果として、イマジスト詩人戦という名のもとに、一連のイマジスト詩集が出来上がった。第1号は1915年に出版され、HD とオールディントンによって計画され、まとめられたものだった。第2号、第3号は、どちらもローウェルが編集し、1916年と1917年に、それぞれ出版された。これら三巻で、ほとんどのイマジスト詩人が網羅されたが、 パウンドだけは例外であった。彼は、ローウェルの出版物から、イマジストの名をなくすように促し、さらには、この時期のイマジズムのことを皮肉を込めて、エーミージズムと呼んだのだった。ローウェルは、D.H. ローレンスを説得して、1915年号と1916年号に寄稿させたが、このおかげで、彼は、ジョージア朝詩人とイマジスト詩人をまたがった、唯一の詩人となった。 また、マリアン・ムーアも、この時期グループと関係を持っていた。しかしながら、第一次世界大戦を背景として、時世は、前衛的な文学運動にとって、厳しさを増しており、1917年の詩集では、事実上、運動としてのイマジズムが終焉したことが示されていた。1929年、ウォルター・ローエンフェルズがふざけて、 オールディントンに新しいイマジスト選集を作ることを提案した。当時すでに小説家として成功を収めたオールディントンだったが、彼はその提案に応じ、HD と k m フォードに助力を仰ぎ、1930年のイマジスト選手出版にまでこぎつけた。編集はオールディントンが行い、これまでの4つの選手に寄稿したすべての作家が参加したものの、 すでに亡くなっていたエイ・ローエルと失踪したエス・キャネル、そして拒否したパウンドが例外となった。この本の登場によって20世紀の詩の歴史におけるイマジズムの立場について大きな意味のある議論が巻き起こった。様々なイマジスト選週の中で作品を発表した作家たちのうち J. ジョイス、ローレンス、オールディントンはまず小説家として記憶され読まれている。 マリアム・ウーアはグループのせいぜい非主流派のメンバーでしかなかったが、言語表現の簡約化へのイマジストの関心を持ったママに彼女独自の詩のスタイルを作り上げた。ウィリアム・カーロス・ウィリアムズは変わりやすい陰客とポーランド人の母親の言葉から取り込んだ言葉遣いで明確にアメリカ的な方向に自らの詩を発展させた。パウンドも HD も 長編詩の執筆へと向かっていったが、自分たちの言語への感覚の厳格なまでの鋭さを、イマジズムの遺産として持ち続けていた。こうした活躍とは、対照的に、これ以外の作家たちのほとんどは、イマジズムの歴史という文脈以外では大部分で、忘れられている。イマジズムは、その運動自体は短命に終わったにもかかわらず、近代英語史の流れに深い影響を与えた。 リチャード・オールディントンは1941年の回想録の中でこう書いている。エズラ・パウンド、HD、ローレンス、フォード・マドックス・フォードは読まれ続けると思う。そして、T.S. エリオットとその支持者たちこそがイマジストが獲得したその場所から彼らの作業を引き継いで行っていくのだろう。一方で、ウォーレス・スティーブンスはイマジストのアプローチに不十分な点を見つけ出した。 全てのものは平等ではない。イマジズムの悪いところは、このことを認識しなかったことだ。イマジズムは、厳格さや、明白さ、正確さを求め、また無関係で、主観的な情感への拒絶と、相まった外観への忠実さを強く要求したことで、後世に、T.S. エリオットの前奏曲や、窓辺の朝、D.H. ローレンスの動物や花についての詩編の中に実証可能な、 形での影響を残している。イマジストたちが19世紀の伝統的な主体を否定したのは彼らがジョージア調子を否定したことによるものが大きい。イマジズムの影響性は客観主義詩人の作品の中にはっきりと見て取ることができる。客観主義的な詩はパウンドとウィリアムの講演を受けて1930年代に注目されるようになる。 客観主義者たちは主に自由主を用いた。ルイス・ズコフスキーは、ポエトリー氏の1931年の客観主義、特殊融合で、客観主義の原理とイマジズムの原理をはっきりと関連づけて、書くとは、ものが存在している通りに考え捉えたその詳細を、幻想を用いずに、なのだ、と主張している。ズコフスキーは、言語史において、大きな影響力を持つ人物であり、 言語詩人たちはイマジストの型通りのものへの興味の焦点性を高いレベルへと引き上げた。もう一人の客観主義詩人、バジル・バンティングはサンフランシスコルネサンスの影響を受けた緩やかな運動である英史復興の展開の中での初期の主要人物であった。イマジズムはたくさんの詩人の集団や運動に影響を与えた。イマジストの間では自由詩は 正当なしの形式としての地位を得て分野となった。特に1950年代、ビートジェネレーション、ブラックマウンテンの詩人たち、その他のサンフランシスコルネサンスに関わる詩人たちの間でもそうであった。ブラックマウンテン派の理論家、チャールズ・オルソンは1950年の影響力を持った小論文、当社詩論の中でこう書いている。一つの感覚は、 すぐに直接的に、さらなる感覚へとつながるはずだ。彼の心情は、イマジズムに由来しながらも、それを補うものなのである。ビートジェネレーションのうちで、特に、ゲイリー・スナイダー、アレン・ギンズバーグが、イマジストの中国語詞や日本語詞の重視に影響を受けている。ウィリアム・カーロス・ウィリアムズは、ビートジェネレーションに強い影響を与えた。 もう一人の詩人であり、ルーウェルツのような詩人を育てて、1955年のギンズバーグのホエルの出版時の序文を執筆した。ありがとうございます。